4月から県立大学の理事長に就任するのは東京大学大学院工学系研究科付属システムデザイン研究センターの黒田さんは三重県出身で1982年に東大工学部を卒業後東芝で半導体の開発に関わりました。 退職後は慶応大学やカリフォルニア大学で教授などを務め半導体研究の第一人者として知られています黒田さんは昨日の会見で九州のみならず台湾・アジアとの連携を強化し半導体産業で活躍できる人材育成に努めたいと話しました熊本県という場がこれからアジアの中心として世界からこちらの方に あの近づいてくると地域に行き世界に伸びるということをさらにどう推し進めていくかということを考えていきたいと思いますなお県立大学では今月末で退任予定の白石隆理事長に対して教育研究の発展に貢献したとして特別栄誉教授の称号を送る予定です特別栄誉教授が送られるのは 猪木部誠前理事長に続いて2人目です。